ぬりゃアイテム番号 SCP-14JPJ オブジェクトクラスユークリッドニュートライズド特別収容プロトコルプラス旧特別収容プロトコル SCP-14JPJ は現在 SCP 財団日本支部のフィールドエージェントとして雇われています。半年に一度通常のメンタルセラピーに加えて SCP-14JPJ として再評価しなければならない可能性がないかどうか精神的なチェックを行ってください。説明。SCP-14JPJ は199年に財団のフィールドエージェントである、と研究員の間に誕生した。現在14歳の女児です。SCP-14JPJ は脳に対する精密検査や精神鑑定からは異常が見られないのにもかかわらず、多重人格を主張しています。その第二の人格、以下、SCP-14JPJ にと表記、は、奈落の悪鬼、黒木翼の天使アイスバイン、を自称しています。SCP-14JPJ が主張するところによれば、枯葉第十二地獄ヘルからやってきた天界より追放を受けた天使であり、自身の前世であったが、14歳になった我の中で目覚めたのだ、と発言しています。SCP-14JPJ が主張する SCP-14JPJ2 のパワーは以下の通りです。邪悪な霊を見る超常的視力。天才的、剣術。霊気を操る力。これによって、神の戦では氷の剣を生み出して戦ったと SCP-14JPJ は主張します。飛行能力。あらゆる人間を魅了する超、美貌。ポイ1 SCP-14JPJ へのインタビュー記録。ち、インタビュアー、エージェント、金蛇。この前どこまで言うたっけ？ああ、そう。自分に天使が憑依したんやって？そうです。また、我の肉体に生まれながらにして憑依していた力、天使が14歳の時に覚醒したのですよ。ふん。ところで天使なのに、なんとか L、とかついてへんのやね。ふふふ、それはですね、我の天使様は特別だからですよ。へえ、でも特別な存在に対してドイツの豚の塩漬けの名前をつけるのってなんでなんや。豚の、塩漬けなんですか？うん。3分間の沈黙の後、声を低くして。そは我が名前にあらず、我が名前はあざなえるなり。5秒間の沈黙。って天使様は言ってます。エージェント、金蛇、さっき特別やから、なんとか得る。ってついてへん言うたやんか。う、ブス。ってちょっと、もう、泣かせるつもりちゃうかったんやって、中止や中止。録音終了。不機一、SCP-14JPJ に対して激しい苦痛を与えたという理由で、変態紳士としてあるまじきこのトガビトは、1週間のマサイと、8141の玄関掃除を命じられました。不機に、SCP-1JP、J による SCP-14JPJ2 の呼び名が、アイスバインから、アザナエルへと変化しました。この、アザナエルの名前が、インタビューの2日前にエージェント、金蛇が差し入れた、ケオスヘキサ三部作に現れる神聖の名称と同一であることに、いかなる意味があるのかは現在研究中です。ポイニ応募のミスにより、SCP-14JPJ が財団の端末から、いくつかの SCP 報告書にアクセスすることに成功しました。
SCP-73 と SCP-76 の記事に触れた SCP-14JTJ は、他の財団職員が報告書の内容に恐怖する中、フェイトのパクリじゃないんですかこれ、と平然と言いました。このことから SCP-14JTJ は恐怖に対して強い耐性があるものと思われます。ホイさん、 SCP-14JTJ にがいつの間にか悪魔だと名乗っていること、武器が氷の剣ではなく液体窒素の剣に変わっていることが分かりました。変化の理由に関して尋ねられたところ、 SCP-14JTJ にはしばらく押し黙った後、また我の間違いでし、だった。と言い、再び天使であり氷の剣を持っていると言い始めました。ホイオン、 SCP-14JTJ が黒夜叉の A4 ノートブックをビーズと色紙で飾り付け、奇妙な文字とイラストを描いているのが発見されました。SCP-14JTJ はそれを、危険な力を持った魔導書である、と言いました。検査の結果危険性は発見されませんでした。内容のコピーは下記のリンクで見られます。エージェントの悲壮な嘆願によりリンクは削除されました。ホイゴ、 SCP-14JTJ の15歳の誕生日の4日前、SCP-14JTJ は担当職員に対して、悪霊がこの施設中に溢れています。と言い、慌てた担当職員が収容違反の可能性を通達したため、サイト8141に大変な騒ぎが起き、機動部隊の出撃によってそのような事実がないことが確認されました。SCP-14JTJ にはプロトコル、プレゼントとケーキ抜きが実行されました。ホイ6、 SCP-14JTJ の15歳の誕生日から4日後、SCP-14JTJ の人格が SCP-14JTJ2 へと変化することはなくなりました。SCP-14JTJ に対してこのことをインタビューすると、激しい苦痛を覚えるという事項はあるものの、異常がこれ以上見受けられないことから SCP-14JTJ は中二病卒業生として再評価されました。ホイ7201、年現在、SCP-14JTJ ことエージェントは、現在財団でフィールドエージェントとしての職務についています。彼女に SCP-14JTJ2 について尋ねることを行う場合、著しく彼女の職務遂行能力に影響をきたすため、メンタルセラピストを除いてそのことについて尋ねてはなりません。